大会もいよいよ最終段階だ。誰が出陣のチャンスを手にするのか、この勝負で決まる。盛大な拍手で迎えてくれ。個人最高成績を収めた児玉ロコ代表、カチーナ選手。となるのは、若くして数々の栄誉を勝ち取ってきた龍泉の州の勇士、ヌアラニ選手。親友同士だという2人が戦いでどんな火花を散らすのか、乞うご期待。散々戦ってきたのにまだ緊張？だってヌアラニちゃんだから。でも最後がヌアラニちゃんでよかった。負けたって悔いはないよ。何言ってるの、カチーナちゃん。譲り合ってる場合じゃないよ。勝利を渇望してるんでしょ。欲しいものを声を大にして主張しなきゃ。勝ちたい。ムアラニちゃん、今度こそ勝つよ。竜の国だって言ってたけど、一体どんな場所なんだろう。ちょっと謎めいてるよな。だな、稲妻が鎖国してた時ですら稲妻人とは別のとこで会ってたのに。あ、もしかしてナタって人が住んでないのか。いい感じ。そのワクワクと驚きの表情はそのままで、目線をこっちにお願い。一枚撮らせて。かっこよく撮ってくれよな。
って違う！シャルロット、なんでここにいるんだよ。フォンテーヌで活躍してた旅人が間もなく旅立つって聞いたから。こんな絶好の報道チャンス、スチームバード新聞が見逃すわけないでしょ。次に取材したいってなっても今みたいに簡単にはいかないでしょうしね。バレてたか。いつも誰にも別れを告げないで行っちゃうからな。確かに君たちらしいわ。でもたまにはスタイルを変えるのも悪くないんじゃない？っていうのが私たちの考え。タッチ？一緒に戦った日々がまるで昨日のことみたいね。時間があったらまた来てちょうだい、相棒。もし何か困ったことがあれば知らせてくれ。距離なんて問題じゃない。別れを告げると寂しくなってしまうものだけど、別れというのはより良い出会いのためにあるんだ。永遠に変わらないものがあるとすれば、それは僕たちが一緒に残してきた思い出だと思うよ。わあ、みんな来てくれたのか。うん、これからの冒険に関する物語を楽しみにしてるから、こっちに帰ったらぜひ聞かせてちょうだい。こういう時は写真を撮るべきだろうか。そうだね、ちょうどプロのシャルロットもいることだし。任せて、写真機をセットするからちょっと待ってね。そういえばさっき言ってたあなたのことだけど、パイモンの考えすぎだよ。別にあなたもフォンテーヌと大して変わらないさ。人間も住んでるし、独自の文化もある。ただそういう習慣だから、あそこの人たちはあなたを離れようとしないんだ。でも外から来るものは拒まないはずだよ。あなたへ商売や旅行に行ったことのある人は多くいたけど、みんな印象が良かったみたいだったからね。昔はうちのメンバーも結構あなたに行ってたみたいよ。なるほどな、安心したぜ。次こそこれまでの旅みたいに到着早々事件に巻き込まれないといいんだけどな。大丈夫だ、あなたたちの経験と腕なら何があったとしてもきっとすぐに解決できる。まあそれでも危険がないに越したことはないさ。楽しく食べたり遊んだりするのも旅の醍醐味だからね。準備 OK よ。さあ撮りましょう。それじゃあ旅人、いってらっしゃい。山がたくさんあるな。見たことのない動物もいっぱいいるぞ。でも町っぽいところが見当たらないな。どこに行けばいいんだ。確かに人が住む場所に行けば神の情報も聞けるかもしれないもんな。神に会えばこの旅の意味もわかるよな。ひひ、話しやすい神だといいな。オイラたちを敵だと思わないでくれればいいんだけど。さて、道なりに進もうぜ。壁にいろいろ落書きされてるぞ。とにかく道は合ってるみたいだな。
ごめん、カチーナ。約束を破るのは良くないって分かってるけど、今回の帰化聖夜の巡礼じゃ、俺もセンパーもいい成績を収めないといけないんだ。メンバーが見つからなかった以上、このまま時間を無駄にしてられないわ。でも、みんなが行っちゃったら、私、一人だけになっちゃうよ。ごめんね。でも、君はまだ若いし、5名の継承者なんだから、きっとチャンスはいくらでもあるわ。対して、私たちはただの部族の戦士よ。何年も戦ってきて、もう体は衰えてきてるのに、まだまともな栄誉を得られてないの。こいつの言う通りだ。前回惨敗したのを忘れたわけじゃないだろう。今回は前より参加者が少ないけど、このままじゃおそらく同じ結末をたどる羽目になる。帰化聖夜の巡礼のエントリー締め切りは今日の夕方までだ。チームを変えるなら今しかない。わかった。それじゃあ仕方ないよね。はぁ、私がもっと強かったらよかったのに。他の5名の継承者たちと比べて弱すぎるよ。いいんだ。私の5名はウッサビーティなんだから仕方ないよね。自分で何とかするよ。もし無事にいい成績が取れたら、打ち上げには絶対呼んでやるからな。ええ、一緒に大会に参加しなかっただけで、これからも友達だからね。うん、時間があるうちに早く強いチームを探して。はぁ、また次回どうにかして勝つ方法を考えるしかないかな。あそこの女の子、置いてけぼりを食らったみたいだな。落ち込んでるみたいだぞ。あ、ありがとう。大丈夫。部族じゃ見かけない顔だけど、旅の人？ああ、オイラたちナタに来たばかりなんだ。こんにちは。私はカチーナ。ウッサビーティのカチーナだよ。あ、コメって言って、ここの文化なんだ。ちょっと複雑なんだけど、とりあえず称号みたいなものだと思ってくれればいいよ。遠いところからはるばる帰化聖夜の巡礼を見に来たんでしょ。だったら今に古名の意味を知ることになるよ。そのなんとか巡礼ってのは何なんだ。さっきもそれについて話してたよな。うん、ナタで定期的に開催される競技大会だよ。試合で順位を決めるんだ。すっごく注目されてる大会でね。上位の選手は一気に有名になれるってだけじゃなくて、旅順者の戦争に参加する資格ももらえるの。簡単に言うと、勝ったら英雄になれるってこと。みんな英雄になりたいんだ。何かでバトルをする大会ってことか。参加するにはチームを組まないといけないのか？参加者が多すぎるから、帰化聖夜の巡礼は2段階に分かれてるんだよ。最初は団体戦で、普通は5名の継承者率いるチームがナタの各地で戦って成果を奪い合うの。その継承者っていうのが私みたいな称号を持つ人のこと。団体戦が終わったら、勝ったチームのメンバーはみんな個人戦に参加できる。個人戦ではタイマン勝負になるんだ。言われてみれば確かにそうだ。規模も大きそうだな。待て、5名の継承者がチームを率いるって、つまりお前が隊長ってことか。うん、隊長だよ。今は隊員がいない隊長だけど。同じ継承者でも実力にはすごく差が出たりする。勝ちたければすごい隊長を探さないとって思うのも納得かな。私も二人の立場だったらきっと
そう思ってたと思うから。コメの継承者は参加必須なの。責任があるからね。誰も助けてくれないなら一人で行くよ。せいぜい怪我をする程度だし、2週間もあれば治るでしょ。戦いはあんまり得意じゃないけど、回復は早いんだ。なあ、この流れってオイラたちのセリフを待ってるんじゃないか。おお、思ったより早かったな。オイラたちの旅路を切り開くあれの時間だぜ。え、何の話？巡礼にはまたの人しか参加できないんだ。そうだったのか。てっきり成り行きでお前のチームに入って試合で勝って英雄になるって流れかと思ったぜ。気にしないで、本当に嬉しいんだ。だって今まで誰もそんなことを言ってくれなかったから。え、そうなのか。うん、普段はみんな仲良くしてくれるけど、エントリーの日が近づくと、みんな私を避けてる気がする。目も合わせてくれないし、キカ星矢の巡礼から話題をそらすから、私に誘われるのを怖がってるんじゃないかな。理由は聞かなくたってわかる。私が弱すぎるから。ねえ、あなたたちはそういうの気にしないの？私のチームに入っても何のメリットもないのに。ひひ、こいつは強いんだぞ。神でも竜でも大きなクジラでも、どんな相手とだって互角に戦えるんだ。そんなにすごいの？なるほど、絶対勝てるって自信満々だから私の実力も気にしなかったんだね。そうだぞ、困ってる人に手を差し伸べる。オイラたちはずーっとそうしてきたんだ。これが冒険者精神ってやつだぞ。手を差し伸べる冒険者。あなたたちみたいな人、見たことないよ。強くて優しい。まさに私の憧れとぴったり。ねえ、あなたたちはしばらくあなたにいるの？そばで勉強させてもらってもいいかな。勉強？うん、弟子か子分みたいに。別に何も教えてくれなくてもいいよ。自分で観察するから。なるべく迷惑はかけないようにする。それに私にもできることがあると思うんだ。例えば観光の案内とか。ナタのことをいろいろ教えてあげるよ。どうする？お前にすごく憧れてるみたいだぞ。そうだよな、もうすぐ締め切りとかって言ってたし、あんまり時間がないんだろ。いいんだ、どうせ残りの時間も何もできないから。試合で負けるのはもう慣れっこだし、みんなもそうだと思う。誰も私に期待なんかしてないから大丈夫。それにあなたたちについていって何かを学べたら今度こそ勝てるかも。ありがとうこんなにすごい人に出会えるなんてとっても運が良かったな。じゃあついてきて。うちの部族児玉の子を紹介してあげる。私が生まれ育った場所なんだ。
でかいやつ、壮観だな。でも落っこちたりしないのか。大丈夫だよ。うちの部族は石を相手に生きてるから、あれは私たちの象徴の一つなの。それにちゃんと固定されてるから安心して。うちの部族には音楽やダンスが好きな人が多くて、みんなリズム感がすごくいいんだ。外国から来た人がわざわざここに来て勉強したり交流したりしていくこともあるよ。パパとママはダンスを教えたかったみたいだけど、私はやっぱりすごい戦士になりたいの。前に話してたレコードなんだけど。するね。この子は私の仲間で大切な家族のゆうちゃん。あなたたちのこと気に入ったみたい。今のは挨拶したんだよ。家族ってナタでは人間と竜ってそんな関係なのか。ナタは英雄の国だけど竜の国でもあるの。どの部族も竜とは仲良しなんだよ。外から来た人たちはいつもゆうちゃんのことをペットだって勘違いするけど、そんなんじゃないの。ゆうちゃんはいつも一緒に冒険してくれるけど、ゆうちゃんにも自分の家族はいて住む場所があるんだ。共に家族のみんなを連れてうちにご飯を食べに来ることもあるよ。小玉の子の人が一番親しいのはテペトル竜だよ。テペトル竜は人間が好きな竜だからこんな風に仲良くできるんだ。竜にもそれぞれ個性があるから一概には言えないけど、そう、みんな仲間なんだ。うん、やっぱり仲間って言葉がぴったりだと思う。ほら、この子たちもそうだって。ふう。わあ、お前も来たのか。え、あなたたちにも竜の仲間がいるの？すごくおとなしそうな子だね。キューちゃんとも仲良くなれそう。じゃあ、ユーちゃんたちはゆっくり遊んでて。私、大事な用事があるから。終わったら戻ってくるね。やんちゃしちゃダメだよ。新しい友達にいたずらを教えるのもダメ。じゃないと、ゆうちゃんのパパやママに言いつけちゃうから。うちの部族が一番大切にしてる最も神聖なものだよ。みんなを守って祝福を授けてくれる大霊の象徴なの。大霊？神みたいなものか？まあそんな感じかな。私たちはみんなエンジンが地上に、大霊が地下にいるって信じてるの。みんな定期的にここに集まって部族の朝から大霊の夢に関する話と大霊の意志の解説を聞くんだ。大霊は過去だけじゃなくて未来も見通せる、すっごく偉い存在だよ。あれ、カチーナじゃないか。どうしてここに？あ、バカルおじさん。紹介するね。おじさんは
うちの部族の族長なの。二人は、ナタに着いたばっかりの旅人さん。冒険の経験が豊富なんだって。今はそばで勉強させてもらってるの。こんにちは。単刀直入に言わせてもらうが、カチーナはうちの部族のものだ。俺にはこの子の安全を守る責務がある。どうやって知り合ったのかは知らないが、身分を証明できるものはあるか。え、そんなこと言わないで、バカルおじさん。この人たちは絶対にいい人だよ。私にはわかるもん。感覚だけじゃ両親は説得できないぞ。オイラたちの冒険の証を見せてやるぜ。これまでの旅のことは全部書いてあるぞ。冒険の証？冒険者協会にもいろんな奴らがいるからな。もっと説得力のある証拠がないと。なるほど。お前たち、あの旅人と眷属パイモンなのか？オイラはガイドだぞ。なんでそんな風に呼ばれてるんだよ。まあ、眷属って呼び名は嫌いじゃないけどな。なんだかお前が魔人になったみたいだよな。そこまで驚くことなの？お前聞いたことないのか？全然。彼女の元でよく学べ、カチーナ。今まで出会った中できっと一番すごい先生だぞ。そんなにすごいの？でもバカルおじさんがそう言うなら本当にすごいんだね。疑って悪かったな。いいんだぞ。お前って思った以上に責任感が強いんだな。カチーナはまだまだ幼いからな。周りが気にかけてやらないと。おっと、それよりもカチーナ、大会の受付はもうすぐ終わるぞ。どうしてまだ出発していないんだ？大丈夫、まだ間に合うから。他のメンバーには先に行ってもらったんだ。後で追いかけるよ。喧嘩は得意じゃないけど足だけは速いからね。カチーナのやつ心配かけたくないんだろうな。なるほど、邪魔して悪かった。さて、さっきはどこまで話したんだ？俺ならもっと詳しく説明できると思うが。大礼の話が終わって、ちょうど5名の話をしようとしてたよ。おじさんと会えてよかった。私じゃうまく説明できそうにないもん。そうそう、ずっと5名って言ってるけど、それは一体何なんだ？ああ、ナタは英雄の国なんだ。先人の勇ましい功績は物語という形で今まで受け継がれてきた。古名というのはこれらの物語のラベルのように長い歴史の叙事詩を思い出させてくれるものだ。そうだよ。例えば私の古名の一番有名な継承者は27回も余順者の戦争に参加したんだ。最後に参加した時なんてもう60代のおじいちゃんだったんだよ。体はついていかないはずなのに、それでもその人は彦星矢の巡礼で上位を取ったの。本当にすごいんだ。古名は物語を記録しているが、それだけじゃない。それは代々受け継がれてきたものでもあるんだ。カチーナ、持ってるか？持ってるよ。ほら、これ。わあ、黒い石の中にキラキラしたものが入ってるぞ。とても神秘的な雰囲気だぜ。大礼は適していると思うものを継承者に選ぶ。そして現継承者の行いもまた古名に記録されるんだ。時が経つにつれ、古名の有する英雄の物語は増えていき、価値もどんどん高くなっていく。
それを受け継ぐ資格を手にした者たちもまたその功績に励まされる。例えば私みたいにね。今でもどうして大礼が私を選んでくれたのかさっぱりだけど、でももしあんなにたくさんの英雄たちも昔頑張ってきたんだってことを知らなかったらとっくに諦めてたかも。精神的な力っていうと、この石には実際力はないってことか？オイラをもっと強くしたり賢くしたりすることはできないのか？ああ、だからこそ他にはない価値があるんだ。授けられた力で英雄になったとしても、それが人間の努力の成果か力のおかげかはわからないでしょ。確かにそうかもな。そんなことを考えちゃったら励まされるものも励まされないぞ。コメイについてこんな言葉を残した人がいた。人類は奇跡を黒曜石に刻んだが、後世の継承者はそれを力と呼んだ。昨日の奇跡は今日の激励となり、昨日達した限界は今日の目標となる。きっとそういう意味だと思う。だからカチーナも焦る必要はない。コメを手に入れた時に大礼の判断を理解できない者は数多くいた。でも諦めなければ、強さを求め自分を超えていければ、お前だけのチャンスはきっと訪れるはずだ。うん、ありがとうバカロおじさん。私元気出すよ。さてそろそろ聖火競技場に向かわないとね。あ、あなたたちも一緒に行ってくれるかどうかはまだ聞いてなかったけど、聖火競技場って鬼火聖夜の巡礼をやる場所か？うん、試合はそこで行われるんだ。部族間の集会もいつもそこでやるんだけどね。うん、そうだよ。エンジン様は鬼火聖夜の巡礼の最重要人物だもん。ひひ、それならちょうどよかった。オイラたちも一緒に行くぜ。二人が一緒なら心配ないな。さあ早く行ってくれ。はーい、じゃあ行ってくるね、バカルおじさん。さっきはテンション上がりすぎちゃって、もし目的地が違ったらってことを考えてなかったよ。目的地が同じでよかったね。じゃないと試合が終わるまで会えなくなっちゃうところだった。おじさんに本当のことを言わなくていいのか？うん、バカルおじさんはとても優しい人だから、もし知ったらきっと一緒に大会に出るって言ってくれちゃう。おじさんは年を取った、古傷もあるし、もう試合には出ない方がいいよ。おじさんが大会を見に行ったら本当のことを知っちゃうし、嘘をついたって叱られるだろうけど、これが一番いいと思う。本当だよな。さっきもお前を見捨てた奴らのことまでかばってやってたしな。ううん、そんな風に言わないで。二人を責めないであげて。私たちナタ人にとって鬼火聖夜の巡礼は本当に大事なんだよ。私たちは小さい頃から英雄の物語を聞いて育つ。だからみんな、ナタを守る強者になることに憧れてる。これは別に、自分のことばっかり考えてるってことじゃなくて、自分の力を捧げたいと思ってるの。まあいいか。聖火競技場で、鬼火聖夜の巡礼の盛り上がる雰囲気を見れば、考えも改まるかも。私たちの、文化と歴史を体感してもらうのにはいい機会になると思うよ。あっちに行けば小玉の子の集落から出られる。それから最後のスポット七天神像もあそこにあるよ。さあ行こう。
な感じなのか？うん、そうだよ。綺麗で凛々しくて、すっごくかっこいいんだ。そういえば、この前七天神像に触れた時は、炎の元素力を得られなかったよな。一体なんでなんだろうな。え？七天神像から元素力を手に入れるの？ああ、カチーナにお前の凄さを見せてやれるチャンスだと思ったのにな。不思議だよな。なたってそういう特殊な土地なのか？残念だったね。期待させちゃってごめんな、カチーナ。ううん、気にしないで。それよりも、前までは七天神像に触れただけで元素力を使えるようになってたの？元素力なんて神の目を持ってる人にしか使えないのに。ちょっと見せてくれないかな。できればでいいから。ダメ？お前の腕を見せてやれ。別の元素力を使える人なんて聞いたことないよ。私も試してみる。ダメだ、やっぱり岩の元素力しか使えないよ。私とんでもない人と知り合っちゃったみたいだね。こいつが旅の中で経験してきたことを聞いたらきっと腰を抜かすぜ。うわ、あれはなんだ？ククリュウっていうの。高い空をとっても早く飛べるんだよ。今日も元気いっぱいだ。トワリンに出会ったんだよな。いつの間にかこんなに遠くまで来ちゃったぜ。そういえば、これからは長い道のりになると思うから、これをあげるよ。キラキラしてて、宝石みたいでしょ？ママが作ってくれたキャンディーなんだ。遠出とかトレーニングの時はいつも持つようにしてるの。お腹が空いて、クラクラせずに済むよ。ひひ、甘いものは大好きだぞ。ありがとな。うんうん、遠慮しないで。他にもいろいろこまごましたものを持ってきたから、きっと役に立つと思うよ。休もうか。うん、ここに来る途中、不思議なものをいっぱい見てきたからか、なんだかお腹が空いてきたぜ。キャンディーは食べ終わっちゃった？他のものもいろいろあるよ。パン、飲み物、焼きリンゴ、それからご飯物も。おお、
まるで歩く食堂だな。いろいろ持ち歩くのが好きなんだ。ママもいつも備えあれば憂いなしって言ってるしね。役立つ機会はあんまりないんだけど今回はちゃんと役に立ったね。あれ？どうしたの？何か悩み事？おお、確かに変だよな。もしかして何かの兆候とかか？もしかしてだけど、ナタのエンジンが他の神と違うのが原因だったりしないかな？どういうことだ？他の国の神は魔人っていう、とっても長生きな強い生物だって聞いたから。そうだぞ！ナタはそうじゃないのか？違うよ。ナタのエンジンは、エンジンになる前は、みんな普通の人間だったの。え？人間が神になったのかよ！そんなことができるのか？お前も不思議だって思うよな。これって、珍しいことなの？ナタではずっとこうだったから、そういうものかなって思ってたけど。なんていうか、今までの旅で知ってきたこととはちょっと違うな。人間が神になるっていうのは、そう簡単にできることじゃないと思うぞ。具体的にどうなってるのかは、私も知らないんだよね。もしかしたら、エンジンだけが知ってるのかも。私が言えるのは、たとえエンジンになっても、年は取るし、休息も必要ってことだけかな。七天神像の姿が今のエンジンと似てるのはただの偶然だと思うよ。エンジンになった人はあまりにも多いからね。エンジンもピコ星矢の巡礼で選ばれるの。自分の力を証明できれば誰だってエンジンになれるんだよ。勝負だけで決まるのか？うん、私たちにとって戦闘は一番多くの要素を試せるものなの。だから一番納得できる方法なんだ。今のエンジンは圧勝したんだよ。みんなの予想通りにね。今年はともかく部族のお年寄りまでこんなに強いエンジンは見たことがないって言ってた。でもバカルおじさんも言ってたけど、今日の限界は明日の目標になる。だから未来のエンジンはきっとどんどん強くなっていくんだろうね。人間が神になることはさておき、今のエンジンが強いっていうのはオイラたちにとっていいことなのか悪いことなのかわからないぞ。稲妻で起きたことを考えると、心配しないで。エンジン様はとても優しくて親切な人だから、きっと気にかけてくれるはずだよ。そうだな。向こうが何もしてこなくて、こっちも何もしない限りは。もうすぐエンジン様に会えるから気を揉まないで。そうだな。さて、休んでだいぶ回復してきたぞ。あれって、ああ、あれは、連鎖刻印碑っていうの。中に連鎖を入れれば、いいことがわかるよ。え？連鎖は、ナタ人だけが扱える力だけど。
この子はトトだよ。トト、ほら私カチーナだよ。こんにちは。元気そうだね。年鎖刻印碑に引き寄せられてきたの。ポカポカでしょ。人懐っこい竜だったのか。うん、何頭かいる中でもトトは一番親切で優しい子なんだよ。この子は毎日ここをぐるぐる回ってるよ。外から来た人にたくましい体を自慢して顔を覚えてもらおうとしてるみたい。うえ、しゃがんでるぞ。何をやろうとしてるんだ。乗れって言ってるみたい。パクってくれるらしいよ。本当に乗るのか。おいら、やっぱりちょっと怖いぞ。こいつ、めちゃくちゃでかいし。あ、そうか。おいらは隣で浮いてればいいんだから、乗らなくていいんだな。最高の観光ができそうだぜ。高いところは見晴らしが最高だよ。トトとは友達なのか。うん、小さい頃パパとママと聖火競技場でフルーツをたくさん買ったんだけどね、帰り道フルーツを積んだ台車がひっくり返っちゃったの。その頃のトトは今の半分の大きさもなかったけど、近づいてくるのを見て大好きなラズベリーと夕暮れの実を食べられちゃうんじゃないかって思って泣いちゃった。でもね、トトはフルーツを一つも食べなかった。それどころかフルーツを奪おうとする他の竜たちを追い払ってくれたんだよ。それからその大きな頭でドーンって台車を元に戻してくれたんだ。それ以来よくフルーツを持ってきてトトにあげるようになったの。トトって名前も私がつけたんだよ。たくさん食べるし成長も早いから、いつの間にかこんなに大きくなっちゃって。あ、見て、あそこが目的地の聖火競技場だよ。ここまででいいよ。送ってくれてありがとう、トト。この先の道は歩きやすいから、私たちだけで行こう。トトが大変になっちゃうからね。そっか、こいつはでかいもんな。じゃあまたな、トト。いつ来たのか忘れちまったくらいだ。なんでこんなに遅いんだ。言っとくけど、お前が無駄にしたのはこいつらの時間だけじゃないぞ。俺の時間もだ。俺の時間。
なんだこいつ、変な竜だな。いや、こいつ竜なのか。おい、初対面の人の前でその傲慢な態度はやめてくれ。カチーナが絶対に怒ったりしないと分かってるからって調子に乗って失礼な態度を取っていいわけじゃない。へえ、知ったことか。一体何様のつも。おい、何するんだ。さて、こいつは閉じ込めた。みんな、すまなかったな。そこまでしなくていいのに。アハオはストレートな性格なだけだし、私は気にしてないよ。自業自得でしょ。毎回やられても全然学習しないんだもん。ふん。やっぱりムアラニちゃんももうついてたんだ。うん。途中で危険な目に遭ってないか心配してたけど、新しい友達ができたんだね。はじめまして、オイラはパイモンだ。旅人？へえ、ちょうどいい時期に来たね。今の聖火競技場ならきっと期待を裏切らないと思うよ。なんで一人で来たんだ？チームメンバーは？みんなはそれぞれの理由で試合に勝てそうなチームを探しに行ったよ。つまりまた見捨てられたってことか。はぁ、団体戦をどうにかできたって、個人戦は結局自分の実力次第なんだけどな。でも私のチームにいたら絶対に団体戦で勝てるって保証はできないよ。団体戦の結果はほぼ5名の継承者次第だからね。絶対勝てるって保証できる人なんていないでしょ。自分にそこまでプレッシャーをかけなくたっていいじゃん。それにカチーナちゃんは自信がないだけで本当は全然弱くないってみんな知ってるよ。前回はあと3回勝てば予順者の戦争に参加できたでしょ。なあ、ずっと聞きたかったんだけど、帰化聖夜の巡礼はナタ人が全員参加するスポーツの大会みたいなものなんだろ。じゃあ予順者の戦争ってのは何なんだ。前者はあくまで武闘大会だが、後者は本物の戦争だな。相手はナタの永遠の敵、アビスだ。ここにもアビスが。待てよ、それじゃあ帰化聖夜の巡礼の勝者の報酬は戦場に出ることなのか。そうとも言えるかな。だから予順者の戦争なんだよ。部族の間で競い合って選び出された最強の戦士はアビスを撃退して私たちの故郷を守る。それが物語として記録され末永く語り継がれる。それがナタ人にとって最高の栄誉なんだ。まあね、でも戦争に危険はつきものだし仕方ないよ。アビスと戦うのが私たちの義務だけど、無事に帰って来られるようエンジン様は祝福を授けてくれるの。人を生き返らせる半言の歌だよ。半言の歌？生き返らせる？そうだよ。だからそこまで怖くないはず。それに前に進む勇気だってもらえるしね。とりあえず登録の手続きを済ませよう。もうあまり時間がない。待って、カチーナちゃんはどうするの？まさか本当に一人で団体戦に出るつもりじゃないよね。オイラたち手伝ってやりたいけど、ナタ人じゃないから参加できないみたいだ。大会に他の参加条件はないし、団体戦のチームもかなり多いから戦況は混乱する。どんなに強く経験が豊富な人でも順調に行く保証はない。だが人が多ければ助け合える。人数は多ければ多いほどいいはずだ。ひらめいた。じゃあこうしよう。登録するときに旅人たちに特別な資格を与えてくれないか聞いてみるの。まあ多分無理だよね。でも
どっちにしても今回私のチームはちょうどメンバーが少ないから。まさかお前のチームメンバーを俺に託す気か。ご明察。どうかな、君って強いし、君のチームに入れるのはメンバーにとってもいいことだと思うよ。俺はそれでいいが、お前らが二人だけになってしまうぞ。二人と一人は全然違うよ。それに私たちが力を合わせるんだもん。ナタに来たばかりのお客さんにだって二人と一人の違いはわかるでしょ。おいらたちに聞くのかよ。ひひ、そういうことならおいらにもわかるぞ。確かに一人と比べたら全然違うよな。でしょ？我々は一人で戦ったりしない。そんな言葉だって昔から受け継がれてきたわけだし。でも足手まといにならないかな。何言ってんの？ナタ中を探し回ったって私たちに勝てる人なんてそうそう見つからないでしょ。モアラニちゃんは自信家だね。おかげで私もちょっとだけ自信が出てきたよ。はぁ、でも5名の継承者2人がチームを組むのって珍しいから、きっと臆病者だと思われちゃうね。別にいいでしょ、ルールで禁止されてるわけじゃないんだし、他人の考えなんて気にしなくていいよ。それにこんな状況じゃそうするほかないでしょ。じゃあ元のチームメンバーへの説明は任せたぞ。そういう面倒事は得意じゃないんだ。わかったわかった、ちゃんとしとかないと私も安心できないしね。エントリーのとこで待ってて、終わったら一緒に行こう。急がなくてもいいのよ。ここだ、ムアラニを待とう。ねえ、入ってきた時入り口に旗があったでしょ。そういえばあったな。あれは部族の旗なんだよ。私たち小玉のこと他の5つの部族が今のナタを形作ったの。なぜ急に紹介し始めた？ちょうど暇だからね。ナタを紹介してあげるって約束したからにはちゃんと守らないと。なるほどな。俺の部族はカガリギの民だ。高い山の上にありユムカリュウと親しい。仲良しのモアラニちゃんは流線の州の人、海辺に住む部族なんだよ。風景がとっても綺麗で美味しい魚もいっぱいあるんだ。あとは家屋の集い、綿延の主、北条の国の三つ。帰化聖夜の巡礼が終わった後、機会があったら連れて行ってあげるね。いいじゃんいいじゃん、流線の州を代表して歓迎するよ。どうせ今は族長もいないしね。まあ、噂をすればもう戻ってきたんだね。うん、伝えてきたよ。不思議なくらい順調だった。キーニチの名前って本当に役に立つんだね。メリットしかない代替案だと思ってくれただけだろ。どっちにしたって同じでしょ、君自体がメリットなんだから。とにかくお待たせ、早速エントリーしよう。こんにちは、登録の手続きですね。ええ、でもその前に大会に興味のある旅人が二人いるんだけど、その人たちも参加できないかな。申し訳ありませんが、ナタの人間にしか参加資格がありませんので。そこをなんとかできない？彼女はすごく有名な冒険者で腕は問題ないよ。観客たちもきっと強い人が見たいでしょ。そんな単純な話ではありません。
あなたにとってはただの特例でも、我々にとっては今後出てくるかもしれない無数の例外の先例になってしまうのですから。非化成矢の巡礼には、最強の戦士を選抜すること以外にも、戦闘で核蓄の炎を集めるというもう一つの使命があるのです。核蓄の炎は聖火の一部となります。聖火が消えない限り、ナタがアビスに侵されることは永遠にありません。そういう役割もあったのか。ああ、それこそが非化成矢の巡礼を始めた目的だったそうだ。だから参加者は全員、勝っても負けてもナタを守ることに貢献している。参加自体が名誉なんだ。ええ、キーニチさんの言う通りです。そして核蓄の炎はナタ人同士の戦いでしか生まれません。外部の人間が関与すれば、炎の生産量や成果の最終的な燃焼状態に悪影響を与えてしまいます。なるほど、やっぱり核蓄の炎が理由なんだね。大丈夫、私に任せて。最高の観戦席を用意してあげるから。やったぜ。観客になるのもより旅してる感じがして悪くないよな。でもなんとなく何か引っかかるような。あ、そうそう、それだ。死んでも生き返れるならみんな一緒に戦いに行けばいいじゃないか。どうせ復活できるんだしさ。これほど強い力には制限があるものだ。まず反魂の歌は古名の継承者にしか効果がない。普通の人は非化成矢の巡礼で勝ってもアビスとは戦わないんだよ。それでも勝てばアビスに勝った人々と同じ名誉が与えられる。これはみんなを守るためなんだ。それからもう一つ、とっても簡単な条件があるの。一言で言えば、勝つこと。勝つ？敗者は戦火の灰に、勝者は再び燃え盛る。アビスに勝たなければ復活の資格は手に入らない。失敗すれば死ぬだけでなく、古名も破壊され、二度と継承されなくなる。なぜなら敗者の物語は時間とともに忘れ去られるからだ。それでは存在自体を維持するのが難しい。そうだぞ。だって勝ったなら用はないだろ。普通負けたやつを復活させるもんじゃないのか。ううん、これはチーム単位の話なの。例えば5人でアビスと戦ったとしたら、たとえ悲惨な戦況で4人が犠牲になったとしても、残った1人さえ無事に帰ってくることができれば、反魂の歌は効果を発揮できるってこと。勝てた時点でそれはきっと心に刻む価値のある戦闘だったはずだからね。もちろん勝つには十分な実力を持ったチームを組まないといけない。失敗の代償は非常に重いものだからな。非化成矢の巡礼の初戦が団体戦なのは、一人で行動するなという忠告でもある。我々は一人で戦ったりしない。単独行動をする者は負ければそこで終わりだ。戻るチャンスなんて二度と与えられない。どっちにしたって危なそうだよな。その言葉は訓戒だけど励ましでもあるんだよ。みんなで挑んだってもちろん危険はあるけど、それでも私たちは永遠に手を取り合って前に進む。戦いに向かう英雄はナタの全ての民とエンジン様に支えられてるの。それにアビスは特定の敵ってわけじゃない。普通私たちはアビスがもたらす災害や異常現象に対応するだけでいい。俺は戦いで死に、大霊の国でしばらくさまよっていたことがある。なかなかない体験だった。大霊の国？ってことは大霊って本当にナタのどこかに存在してるのか？どうだろうな。その国は普通の方法で行ける場所じゃないし、大霊と精神的な交流ができるのも
ごく一部の人だけだ。大霊の存在する場所は矢神の国と呼ばれ、肉体と魂、生と死の狭間にあるとても不思議な場所なんだ。反魂の歌がお前を助けたのはこの世で一番がっかりすることだったな。お前に逃げ出されたことは俺にとって一番がっかりすることだった。なんだと！この偉大なる聖竜ググルアハウに暴言を吐くとは、今に見てろよ。はいはい、紹介に喧嘩と忙しくされている間に登録の手続きが終わりましたよ。よく知る皆さんですからあっという間でした。あとはネームカード通りにメンバー登録するだけです。ホテルで休まれるといいでしょう。今夜の食事と宿泊は規定通り無料となります。やったー。言い忘れてたけど、明日の試合が始まるまでホテルの食事や遊びはすべてエンジン様のおごりなの。友達を呼んでもいいってことになってるから招待するよ。さ、行こう。存分に楽しんじゃおう。遠慮なくどんどん食べて。どれもここの名物料理なの。いくら食べてもいいよ。食べ終わったらまた取ってくるね。エンジン様が泣いちゃうくらい食べちゃう。泣いたりしないと思うけど。エンジン様は確かに気前のいい方だ。ただ数日スタッフやボランティアは大変な思いをすることになる。ちなみにみんなに迷惑をかけないようにアハウは閉じ込めておいた。しばらくは戻ってこないだろう。ちょっと厳しすぎじゃないか。大丈夫だって、そういう関係なんだから。仲間との付き合い方は人それぞれでしょ。ねえ、まだ落ち込んでるの？私が助けてあげるからもう心配いらないよ。わかってる。落ち込んでるわけじゃないよ。ただ緊張してるだけ。年齢を言い訳に逃げ続けるわけにはいかない。ちゃんと成長しないと。じゃなきゃ、余順者の戦争から逃げるつもりなんてないってこと、みんなに証明できないでしょ。証明する必要も、みんなの目を気にする必要もないよ。逃げる気がないなら、後ろめたさなんて感じなくていいじゃん。コメの期待を裏切ったってそいつらが思ってるんなら、大霊と議論してみればいいんだよ。ね、信じて。大霊はきっとカチーナちゃんの何かを気に入ったからコメを授けたんだと思うよ。私が打たれ強くてあんまり怪我をしないからってわけじゃないよね。うん、もう7、8回負けてる。成績は上がってるけどまだ勝ったことはないよ。実際7、8回なんて大した数じゃない。たとえ成長が目覚ましくなくてもとやかく言われるほどのことじゃない。そうだぞ、あと一歩だったって言ってたじゃないか。今回は団体戦さえも生き残れないんじゃないかって心配で。大丈夫だって、私がいるんだから。君がこけたら私が引っ張り起こしてあげる。君が倒せない奴は私が倒してあげるから。勝利を味わったことがなくても私を信じることぐらいはできるでしょ。ほらにちゃん、優しいね。
信じる。絶対に信じるよ。ムアラニちゃんの言う通り、元気出さないとだね。大霊が私に、コメンを授けてくれた理由は、まだわからないけど、今までこの名前を継いできた人たちだって、わからない時はあったかもしれない。それでも、みんなちゃんとやり遂げてきた。それなら私だってできるはず。ああ、お前のコメンが今まで受け継がれてきたということは、これまでの継承者はみんな、それをちゃんと意味のあるものにできたんだ。でなきゃ、コメはとっくに戦いで砕け散り、二度と帰らないものになっていたはずだ。おう、オイラたちも応援するぜ。オイラたちはお前ら専属応援団だ。そんな、私、強引にあなたたちの元で勉強させてってお願いしちゃったのに、ありがとう。また泣きたくなっちゃった。今日出会えた人たちは、みんな優しすぎるよ。感動しちゃった。任せて。絶対に勝つから。少なくともあなたたちの前では、恥をかきたくない。そうだ。ちゃんとご飯を食べないと力が出ないって、ママが言ってた。ちゃんとご飯を食べるよ。元気になったな。よかったぜ。励ましてくれてありがとね。みんなから見たら、まだまだ成長の余地ありって感じだからか、なかなか辛抱強く待っててくれないんだよね。だって、カチーナの優しさと努力は伝わったぞ。どっちもこいつの長所だろ。落ち着け。涙がお椀に入ってしまうぞ。そうだ。飲み物を用意するね。家からジュースを持ってきたんだ。私が絞ったんだよ。コップを取ってくるから待ってて。そんなものまでわざわざ持ち歩いてるのか？カチーナちゃんのカバンは底なしの穴みたいなものだよ。何でも入ってるの。まあ、泣く場所を探しに行ったんだろう。みんなあいつのことを結構気にかけてるみたいだな。とってもいい子で、妹みたいな存在だからね。実際、すでに十分よくやってるんだけど、決定的な成功がまだないだけなの。でも、今回はいけるって、私の勘が言ってるんだよね。この帰化聖夜の巡礼で勝てば、カチーナちゃんは一気に成長すると思うよ。なんでそう思うんだ？お前もそういう経験があるのか？え？全然そういうわけじゃないけど、私の自信は生まれつきだし。これはまたおかしな謙遜だな。こんなことを言ってるが、ムアラニは3回も余巡者の戦争に出て全勝してる。復活が必要だったこともない。うわ！それって超すごいんじゃないのか？あの時は、敵がたまたまやっつけやすいやつだったから。って言うと、全然すごくない人みたいになっちゃうけど。とにかく、難しい挑戦じゃなかったよ。今はとにかく、カチーナちゃんと一緒に戦いたい。親友と戦って、歓声と拍手を浴びるの。わかる、わかるぞ。オイラもこいつと一緒に戦いたいぜ。もちろんだ。オイラはめちゃくちゃ重要なガイドなんだぞ。みんな、飲み物持ってきたよ。ねえ、飲んでみて。ジュースは新鮮さが命なの。もう平気みたいだな。元気だから心配しないで。本当に大丈夫。ちょっと緊張してるだけ。お肉をいっぱい食べないと。食べ終わったら、外で運動して、体を温めてくるよ。私も。あんまり無理しすぎるなよ。明日は早起きなんだから、寝坊しないように気をつけてくれ。君は絶対に寝坊しないもんね。ああ。朝になったら起こしに行ってやる。さすが！わかって
腹いっぱいだぜ。空腹が満たされたら眠くなってきたよ。誰が保証するんでしょうね。よい。でも、カチーナ。緊張する。いろいろ教えてもらったから、オイラたちもお前のことを助けてやりたいと思ってさ。へえ、君たちって本当にカチーナちゃんが言ってた通りだね。この子ったらすっかり君たちのファンなんだよ。でも私は何もしてあげてないし、そういう門外不出の技みたいなことは聞かない方がいいよね。意味？観察？そうそう、拳の強いやつだけが勝つわけじゃないんだぞ。なるほど、分かった気がする。強くなるだけじゃなくて賢くなるんだね。勝つための能力を培うだけじゃダメで、勝つ方法も知らないといけない。いいね、いいね。相手の弱点を掴んだり、自分の強みを生かしたりできれば、きっとチャンスが来るよ。うん。緊張してると、つい状況判断を忘れて、めちゃくちゃに攻撃しちゃうから、気をつけるよ。ワラニちゃん、もうちょっと付き合ってくれない？新しい戦い方を試してみたいの。もちろん。わざわざ教えに来てくれてありがとう。期待を裏切らないよう頑張るからね。うん、最高の成績目指して頑張ってきてくれ。寝坊せずにちゃんと時間通りに来たね。一番危なかったやつがよく言うよ。俺がいてよかったな。朝からあんまり大きい声出さないで、頭が痛くなっちゃうよ。大丈夫？じゃあカチーナちゃんが実力をうまく発揮できなかったら
アハオのせいだね。見ろ、これがお前の友達だぞ。わざわざ起こしに行ってやったっていうのに、感謝するどころか俺のせいだってよ。ムアラニに賛成だ。やれやれ、どいつもこいつもどうしようもねえな。まあまあ、みんな仲良くしようぜ。カチーナ、昨日はよく眠れたか？最初はちょっとドキドキしてたけど、ここのベッドすっごく気持ちよくて、横になってたらすぐ寝ちゃった。それならよかったぜ。もしかしたらお前は気づいていないだけで、本当はすっごい心臓の持ち主なのかもな。もうすぐ試合だ。みんな朝ごはんは済んだな。私は食べてきたよ。あまりたくさんは食べないでおいたけど。あ、どうしよう。試合のことばっかり考えてて、食べ物のことを忘れてたぞ。こうなると思った。はい、君たちの分も持ってきたよ。いいっていいって。試合が終わったらまた食べに。まもなく試合開始です。選手の皆様はご入場ください。繰り返します。選手の皆様はご入場ください。もうちょっと話したかったけど時間だね。最初に開幕式があるんだけど、席からも私とカチーナちゃんが見えるはずだよ。てなわけで応援よろしくね。任せとけ。お前たちにも絶対聞こえるように目いっぱい大きな声で応援してやるぞ。ありがとう。私も二人の声は探すよ。それじゃあ行ってくるね。また後で。うん、またな。まもなく試合開始です。観客の皆様は観客席にご着席ください。繰り返します。観客の皆様は観客席にご着席ください。ひひ、今度はオイラたちのことだな。こんなに規模の大きい試合を見るのなんて初めてだぜ。準備ができたら中に入ろうぜ。会場に入って帰化水屋の巡礼を観戦されますか？試合開始後の入退場はご遠慮いただいております。周知の通り、帰化水屋の巡礼には悠久の歴史がある。誰もが巡礼で好成績を収め、予巡者の戦争に参加する資格を手に入れたいと願っている。もう知っているとは思うが、一応ルールを紹介しておこう。開幕式の後、選手たちはまず団体戦、次に個人戦に臨む。団体戦の最初、各チームはそれぞれ熱気球に乗ってランダムな場所に降り立つ。そして試合開始だ。選手は試合エリア内の聖火台を見つけ、台の周辺で戦闘を行うことによって各地区の炎を集め、最終的に十分な量の炎を競技場まで持って帰ってこなければならない。戦闘に負け、エリアから離脱した場合や時間切れになってしまった場合は敗北とみなされる。立て続けの遭遇戦に勝ち抜いた強者のチームだけが熱く美しい各地区の炎を持ち帰れるんだ。団体戦で勝利した選手は次の個人戦に進出する。1対1の決闘での勝敗は個人のスコアに影響し、次の決闘相手もそのスコアによって決まる。そして数回の決闘の末、スコアランキング上位5名が予巡者の戦争に参加する資格を手に入れることとなる。それではエンジン様、開会のご挨拶を。
実力、コンディション、運、戦術、強さを決める要素は多い。しかし勝敗に偽りはない。非化成矢の巡礼は最強を決する試練だが、諸君の成長と進化を知らしめる絶好のステージでもある。今日の勝利は新しい伝説の始まりとなろう。ここに非化成矢の巡礼の開幕を宣言する。あいつがエンジンか。すごい迫力だな。カチーナは優しくて親切ないい人って言ってたけど、一体どこからそう思ったんだろうな。オイラも話したいけど、非化成矢の巡礼の最中に突っ込んでいくのはちょっと失礼だろ。おとなしく機会を待とうぜ。あ、見ろ、カチーナたちが入ってきたぞ。みんな早く試合を始めたくてたまらない様子だな。選手たちはこれから熱気球に乗って試合エリアに向かう。ジャスカー、ジャスカー、ジャスカー、ジャスカー。うおー、やっちゃえ、いけー、行くんだ。勝て、イズナー、いっけー、ウアラニー、カチーナー、頑張れー。どんどん歓声が大きくなってきたが、まもなく熱気球の離陸だ。さあ準備はいいか。ルールを忘れてはいけないぞ。熱気球はランダムな地点に着陸する。地上に降り立った瞬間から試合開始だ。成果をできるだけ集めて競技場に持って帰ってきてくれ。ご武運を。今回はここか。あんまり人がいないみたいだね。これならいきなり混戦になる心配もないかな。じゃああっちに向かっていこう。途中で他の選手に会ったら全員倒せばいいよ。わかった、そうしよう。団体戦は賑やかに行かなくっちゃね。さあ迷わず行こう。非化成矢の巡礼はすでに始まっている。戦って戦って。聖火台に行って。まだ誰も来てないみたい。待ち伏せに注意してね。気をつけて、誰か来る。カチーナ、すぐ終わらせてあげる。これはこれは私が当たりを引いたみたいで上等だ。戦いでしか家畜の炎は手に入らないわけだし、いっちょやってやろうじゃないか。負けたらおとなしく尻尾を巻いて帰るんだな。飛び回れ、どいて、跳ね飛ばされちゃうよ。アタック、サーフボードだ。あっという間。今までのやつとは違うよ。圧倒的なリードを見せているのは火力の集いのチャスカ選手だ。伝説の選手アムルは6連勝中。さあこの勢いを維持できるか。ほう、面白いコンビだな。会場にまで入ってくるのか。これも試合の一部なのさ。こんな魔物も片付けられない奴には余獣者の戦争に参加する資格なんてないからな。こいつらを倒してみせろ。そうしたら俺が相手をしてやる。なかなかなんだ。だがこれでお前らの実力も大体見えてきた。悪いな、誰もが決勝に行けるわけじゃない。お前らにはここで退場してもらう。すごいじゃん、カチーナちゃん。
頭角を現している新チームはムアラリとカチーナの2人組だ。彼女たちのチームはすでに何人かの人気選手を打ち破った様子。誰か来ると思ったぜ。おとなしく成果を出せ。そうすりゃ見逃してやる。サーフボード貸そうか。一度と。はあ。ドリフト。違うようだ。注目、君にそっちあれ。ふん、加速するよ。聖火台はあんな遠いところにあるの？登るのにかなり時間かかりそう。大丈夫、私に任せて。上まで連れてってあげる。おお、上に着いた。ありがとね、カチーナちゃん。聖火台は空っぽか。どうやら私たち出遅れたみたいね。くそ、あとちょっとだったのに。先ほど北条の国のヤーサ選手がゴール。カチーナじゃないか。悪いけどここで会ったからには簡単には通さないぞ。栄光が欲しければまずは俺に勝ってみろ。待て、成果を置いていけ。おいおい、夢でも見てんのか。俺が一発殴って起こしてやろうか。あそこで戦ってるみたい。シャリで取るんじゃねえよ。おい、一旦手を組むぞ。いいだろ、僕の利を許すのも尺だしな。ズッ、加速するよ。今までのことは違うようだ。よっ、お前の勝ちだ。成果は十分かな。カチーナちゃん大丈夫？すぐ終わらせてあげる。やばい、時間がない。待って、そこにスピリットウェイがある。あれに乗って帰ろの。人間はこれに乗って山も海も越えられるの。これくらいどうってことないから。ありがとう、マルミちゃん。いいの、二人だからこそ勝てたんだよ。私一人じゃあんなにたくさんの人を任すなんてできなかったの。もっと自信持って。カチーナちゃんは十分強い戦士だから。すっごい急カーブ。大丈夫、昔ムアラニちゃんと一緒に乗ったことあるもん。こんなことくらいで怖がったりしないよ。そうそう、知り合ったばっかの頃だって。うっかりケーキをひっくり返しちゃったお詫びにスピリットウェイに乗せてあげたんだよね。うん、あの日は
なかなか稽古でうまくいかなくてすっごい落ち込んでたけど、ムアラニちゃんのおかげで元気が出たんだ。私一度でいいから勝ちたいよ。帰化聖夜の巡礼に勝って本物の戦士になりたい。そう来なくっちゃ。私も勝つから。成果を十分に集められた戦士は一刻。ムアラニ戦士、カチーナ戦士、ヒカセイヤの巡礼団体戦突破おめでとうございます。やったー、おめでとう。おめでとう。ムアラニさん、これからも頑張ってください。カチーナ、ムアラニ、カチーナ、ムアラニ、カチーナ、ムアラニ。お二人はしばらく休んでいてくださいね。団体戦がすべて終わったら抽選を行います。その後は個人戦です。お二人ともいい成績を収められるよう願っていますよ。お二人の休憩室は別々にご用意しております。カチーナ選手、こちらへ。いよいよ個人戦か。前回は3回勝った数が足りなかった。今回はもっと頑張らなきゃ。大丈夫、今は調子がいいからきっといける。お待ちください。ここは選手休憩室です。関係者以外は立ち入り禁止ですよ。選手以外？俺たちも選手だ。中に入れろ。確認済みです。あなたたちの名前は個人戦の選手リストに載っていないし、ここで休んでいる選手たちの関係者でもないでしょ。実力だけで言えば個人戦に出場すべきは俺たちだ。奇襲にさえ合わなければ負けるはずなかったんだ。この休憩室で待っててやるから今すぐ審判に申した。だ、あなたたち。ほう、会いたくない奴にはよく出会うとはよく言ったもんだな。俺たちを覚えてるか。さっきお前らが奇襲をかけて試合資格を盗み取った相手だ。せっかくまた会えたんだ。ここで一戦交えてどっちが個人戦出場にふさわしいか確かめようじゃねえか。今やるの？相手にしなくていいですよ。そんなルールはありませんから。負けは負けです。言い訳なんてみっともないですよ。ほら、ボケっとしてないで警備を呼んできてください。ルールなんて知ったこっちゃない。帰化聖夜の巡礼は最強の戦士を決めるためのものだろう。こいつは運よく俺たちが油断した隙をついただけじゃないか。その通りだ。今こそ正々堂々勝負を。カチーナ、お前らは旅人さん、パイモンちゃん、どうしてここに？お前と話そうと思って来たんだけど、いきなり悪い奴らに絡まれてるとこに出くわすなんてな。おい、カチーナをいじめるならオイラたちが黙ってないぞ。ありがとう。名前もまだ知らないけど、試合が終わった後なら対戦してみてもいいよ。でも今はダメ。次の準備はしたいから。パパやママ、それに私を助けてくれた友達をがっかりさせたくないんだ。いい加減にしてください。この先アビスの前でも油断してたなんて言い訳をするつもりですか。このあたりでやめにしておかないと今後の帰化聖夜の巡礼の出場資格を失いますよ。チッ、今日のところは勘弁してやる。行くぞ。カチーナ、大丈夫か？怪我したりしてないか？うん、おかげで助かったよ。さっきは頭の中が真っ白になっちゃってどうすればいいかわからなくなっちゃった。あ、うん、絶対うまくやって私の凄さをわからせてやるから。ああ、頑張れよ。
ここで騒ぎを起こしている人がいると聞きましたが、解決したみたいかな？いつものあれですよ。団体戦に負けた人が結果に納得できなくて、忍び込んで個人戦の選手にちょっかいを出していたんです。はぁ、栄光は欲しいけど、敗北の苦しみには耐えられないって人がいるんだよな。どうか、試合に影響がありませんように。そろそろ準備を始めてください。もうすぐ君の番です。もう、私の。わかった。すぐ行くよ。じゃあ、行ってくるね。お前がカチーナか。ここに来る前、皆に当たりくじを引いたと言われたが、俺はそうは思っていない。試合に偶然はないからな。本当に噂のようなヘッポコなら、ここに立つことなんざできやしない。初戦があっけなく終わったもんで、まだまだ戦い足りないんだ。お前の実力を見せてみろ。がっかりさせないでくれよ。さて、俺の話は終わりだ。何か言いたいことはあるか？私負けないよ。たくさんの人が応援してくれてるし、それに私は本気で余巡者の戦争に参戦したいの。交流はここまでだ。各自位置について試合開始。負けてしまうとはな。まあいい。少なくともお前の強さを見抜いた俺の目に狂いはなかったようだ。勝者カチーナ選手に盛大な拍手を。一方他の会場では、初勝利だな、カチーナ。やるじゃないか。どこのガキだい。あんたも余巡者の戦争に出るつもりでいるんだね。悪いけど、ここは通さないよ。あなたは、私を知らないんだね。ふん。アテアたちが前線を退いてから、私らの代も落ちぶれたもんだよ。まあいい。戦って私の名前を覚えさせてやるさ。さあ、かかってきな！リリュー、リリュー、リリュー、リリュー。聞こえるか？この潮がたぎるような歓声。これが、私がここに立っている理由か？タイミングが悪いな。
ことみたいだけど、そんな時こそ焦っちゃダメ。チャリビコさんの言葉を思い出す。カチーナ頑張れ。拳の強いやつだけが勝つわけじゃない。見直したよ。さっき言ったことは取り消させてくれ。カチーナ、あんたには実力がある。あんたみたいな若者は自分たちで奇跡を起こせるだろう。勝者はカチーナ選手。カチーナ選手、少し休んで最終決戦に備えてくれ。始まる前にここに来れるように許可をもらったんだ。カチーナちゃんの今のスコアなら最後のラウンドで勝てば予順者の戦争に参加できるかもしれないよ。それと最後のラウンドの対戦相手は私。なんだって？うん、私もついさっき知ったんだけどね、私たちスコアが近いから、つまり勝った方だけが先に進めるってことになると思う。ムアラニちゃん、二人で一緒に行きたかったのに。私だってそうだよ。でも仕方ないね。スコアが近い人同士は当たりやすいから。元気出して。戦争は残酷で、アビスは私たちに容赦なんかしない。この場で一番強いものだけが予順者の戦争に参加する資格を得られるんだから、私は全力を出すし、カチーナちゃんにもそうしてほしい。勝ちを譲るのは一種の哀れみだけど、私たちにそんなものはいらないでしょ。さあ、準備はいい？全力で行くよ。うん、それでよし。つまりムアラニとカチーナのどっちかが絶対に負けちゃうってことか。うぅ、オイラたちどっちを応援すればいいんだ？どっちかが必ず勝つの間違いでしょ？どっちが勝ったってめでたいじゃん。どっちが勝ったってきっと嬉しいと思う。カチーナちゃんだって同じ気持ちでしょ？だから、あまり深く考えないで、対戦を楽しもうよ。旅人、パイモン、また試合の後でね。カチーナちゃん、会場で待ってるよ。うん、私だっていっぱい訓練したから。それにモラニちゃんにはたくさん助けてもらったから、その努力は無駄じゃなかったって見せてあげたい。ずっと信じ続けてくれてありがとう。今度は私も自分を信じてみるよ。大会もいよいよ最終段階だ。誰が出陣のチャンスを手にするのか、この勝負で決まる。盛大な拍手で迎えてくれ。個人最高成績を収めた児玉ロコ代表、カチーナ選手。
対戦相手となるのは、若くして数々の栄誉を勝ち取ってきた優先の州の勇士、ムアラニ選手。親友同士だという2人が戦いでどんな火花を散らすのか、乞うご期待。散々戦ってきたのにまだ緊張？だってムアラニちゃんだから。でも最後がムアラニちゃんでよかった。負けたって悔いはないよ。何言ってるの？カチーナちゃん、譲り合ってる場合じゃないよ。勝利を渇望してるんでしょ？欲しいものを声を大にして主張しなきゃ。勝ちたい。ムアラニちゃん、今度こそ勝つよ。今回の帰化聖夜の巡礼の勝者はこれで全員決まりだ。盛大な拍手とともに舞台に上がってもらおう。まずは6回連続選出となる火曜区の集いチャスカ選手。一人窮地からの見事な逆転劇を見せてくれた北条の国イアンサ選手。10年ぶりの勝利となる龍泉の州ケウラニ選手。各地の歴戦で名を轟かせるかがり木の民キバング選手。そして強い心を持ち続けサナギを破った児玉の子カチーナ選手。カチーナ、こっちを見てくれ。私ピカセイヤの巡礼で勝ったんだ。はあ、夢みたい。夢じゃない。お前は自分の力でここまで来たんだ。今回の予巡者の戦争にはこのメンバーで行くんだね。よろしく、カチーナ。ピカセイヤの巡礼は何度見届けても心が躍るものだ。数えきれないほどの犠牲を乗り越えれば必ず炎のように燃え盛る未来を迎えられるのだと君たちは信じさせてくれた。戦士たちよ、これは命令であり懇願でもある。アビスを打ち倒し勝利と栄光をナタにもたらしてくれ。
旅人、パイモン、やっと見つけた。カチーナちゃんを助けて、応援してくれてありがとう。本当に強くなったね。今回は完敗だったよ。負けたのはいい気分じゃないけど、カチーナちゃんのことを思うと嬉しくもなる。はぁ、本当に複雑だよね。ってことで、気分転換しに行かない？カチーナちゃんたちは、これから予順者の戦争に行かなきゃだから、私が代わりにナタを案内するよ。いいな！旅人、お前はどう思う？お、どうしたんだ？正直、私もちょっと心配。でも、経験豊富な頼もしい仲間がリードしてくれるだろうから、きっと大丈夫だよ。栄誉にはリスクがつきもの。勝利が当たり前のことだったら、誰もそれを誇りには思わないでしょ？でも、カチーナちゃんがそう簡単に倒れることなんてないって、信じてるよ。だってあの子の古名は、ウッサビーティだもん。こっちもやるべきことをやらないとね。まだ流星の州には行ったことないでしょ？ほら、案内してあげる。流星の州は、私たちとコホラ竜が共に暮らす部族で、最高のリゾート地でもあるんだ。風習とか、いろいろ教えてあげる。きっと気に入ると思うよ。先を越されちまったみたいだな。キニチ？俺も探してたんだ。かがり木の民に招待したいと思ってな。ナタの冒険者協会のほとんどは、かがり木の民出身だから、お前らも興味があるかもしれないと思って。ちょっと、順番だよ。今回は私が先だからね。ああ、お前に譲る。旅人、パイモン。もし時間があったら、こっちも見に来てくれ。かがり木の民も、お前らを歓迎する。準備ができたら、流星の州に出発だよ。